皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは自分の中にご機嫌の神様を持つということについてお伝えしていきたいと思います。誰でもですね、ご機嫌が悪い人というところには寄っていかないですね。機嫌が悪そうな人とか、あの顔がムスッとしてる人とか、いつでもイライラしそうな感じとか、口がね、への字に曲がってるとか、眉がキッと上がってるとかね、まあ、そういう表情とか、あとオーラを醸し出してる人もいると思うんですけれども、そういう人のところって人って寄っていかないですよね。やっぱりご機嫌な人、いつでも明るく楽しそうにいる人のそばにいると元気になる気がしませんか？私はするんですけどね。なので、私は私自身の家庭環境があったので、父親が結構ね、不機嫌に日々生きるタイプの人だったんで、反面教師ですね。ああいう生き方はしないようにしようっていうふうに思って、なるべく、まず心をニュートラにするっていうのがね、大変なんですよ。怒りに任せて言葉を発しないとか、その怒りを上手に受け流すとかっていう訓練がまず必要になるんですけど、それがひとしきり浄化が終わった後はですね、自分がいつでも楽しいことを考えてご機嫌でいられる状態を作る。私の場合には好奇心がとても旺盛なので、やりたいことはその時にやりたいんですよ。だから多趣味ってね、よく言われますけれども、写真も覚えたいって言ったらやっぱりやりたいし、今サックスもねやってますけれども、その身につけたいって思うことはやっぱりとことんやりたいタイプなんですよね。だから写真はなんだかんだ22年とかね続いてますし、サックスも多分3年目なんですけど、一生のその音楽っていうのはやっぱりねいいなと思っていて、その音そのものが人を元気にする効果とかもあるので、一生の趣味として続けていけるなというのを49のね手習いで、音楽もやったことがないのにやったっていうのは非常にねいいことではあるんですけど、何かそういうものをね見つけた時に、できない言い訳は探さないですね。いろいろあると思うんですよ。時間とか環境、お金とかね。で、それはまたどうにかするっていうことで、また一つ自分の世界が開けたりするじゃないですか。だから好きなことを好きなようにやっていくっていうことで、自分の状態がいつでもご機嫌な状態にいる、ご機嫌の神様をね自分の中に抱えていると、やっぱりその様子をねいいなと思って来る人っていうのはやっぱり来ますし、私の場合は特にコンサルタントっていう職業を選んでいるがゆえに、ノウハウは皆さんにお渡しするんですけれども、ご機嫌でいられる感情の保ち方とか、行動思考とかっていうのもお伝えしているので、その私自身がね不機嫌だったらおかしいじゃないですか。なので私はいつでも好きなことをやってご機嫌でいられる状態を作るために、どうやって仕事をこなしたらいいのかとか、そもそも仕事の中に遊びを見つけられないのかということですね。仕事と遊びの境界線基本的にない人なんで、遊びレベルっていうとちょっと不謹慎かもしれないですけれども、楽しい状態でできるように仕事を行っていくっていうことを、常にしているわけですよ。ですから皆さんもね、いろんな環境とか状況とかあるかもしれないんですけれども、いつでも自分がご機嫌でいられるような状態をどうやったら保てるかっていうことで、ちょっとずつでもいいからトライしてみていただけると、いろんな状況がねまた見えてくるんじゃないかと思いますので、頑張ってみてください。それでは。